はい、皆さんこんにちは。今回はプレイステーション2のヴァンパイアダークストーカーズコレクションで隠しキャラの D を出すために、とりあえずまず最初ヴァンパイアセイバーシャドウ、シャドウでまずクリアしないといけない。オルバスか。おっと、レディちゃん、綺麗じゃないな。オルバスこのコンボぐらいしか知らないぞ。綺麗です。シャドウ、シャドウはキャラに乗り移る。でもなんかこのなんだろう、録画の仕方は設定が悪いのかな。若干ちょっとなんかカクついてる気がする。出た、強化強キャラの出たリリース。やばい。カーボン、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 カーボ
外国でじゃなくて、うん、これでとりあえずヴァンパイアセーバーは OK なのかな。これやっぱなんとなく滑らかさがない気がするな、気のせいだろう。これでヴァンパイアセーバーは、あ、シークレットゲームチーム、ヴァンパイアセーバーが追加されました。とりあえず OK っぽいな。はい、次回は、ヴァンパイアセーバー2のマリオネットとシャドウかな。クリアしたら D が出るはずなので、頑張っていきたいと思います。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。